動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。2020年代になって、月鉄界隈では3月に探偵日記からパタパタ学園までの流れを汲み取る形で、探偵日記博覧会とパタパタコミックという2つの企画が立ち上がりました。今回は探偵日記博覧会で見て、火炎層で起きた偽りのキスを取り上げる予定です。月鉄界隈が新たに生み出した3月のイベントが今、幕を開けます。ピョンタプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。探偵日記博覧会、何もよく不要はあらへんで。できるなら、2010年あたりから開催されてもよかったんだぜ。2016年も曜日のサイクルが違ってもいいから、開催したらいいしよう。赤田組よ、今度は何を予定しておるのだ？この時期になると、探偵日記やパタパタ学園もないそうどんで、月節界隈特有な赤田組の視点は新たらしくなるねや。だけど、曜日サイクルの都合で、今まで両方とも企画化されたことがなく、探偵日記博覧会パタパタパニックとして今回が初めて企画化されたのだ。こいつらはただの新企画じゃないぞ。地球バスタイの企画だ。地球も俺らと同じで摩訶不思議な企画の方が似合ってるってわけだ。ちなみに今年の探偵日記博覧会で取り上げる内容はもう決めてあるぜ。タイトルは偽りのキスか。この前の事件が母体のやつだな。多くのバトラーが問題視してた事件だからネタになってても不思議じゃねえな。てかどういう感じにまとめてたんだろうか。ここが披露するステージやな。2004年の探偵日記からここまで発展しよったな。各界隈からいろいろな怪事件が集まってくるのか。こっちの火炎層での出来事とかコンサートバッジの旗とか怪事件はいくらでもあるね。今回ここで取り上げる内容は2020年2月の火炎層で見られた新事件偽りのキス。今回わざわざこの内容を取り上げるのは火炎層において伏線となるからなんや。待てよ、月中での企画って1月は新年関係、2月は節分祭、3月が今回の探偵日記博覧会とパタパタパニック、4月になって春のサンタシップが実施されるぜ。こいつはイースターの仕様さ。5月は無流祭中、月中の完全オリジナルのあれ、これって月中特製やっけ。まあいいわ。6月は人魚祭、マーメイドの丘からこのイベントに行き着いたんやっけな。確かにそういう経緯から成り上がって出たイベントやけど、大元は合流式下水道によって生活排水が雨の日に雨水と一緒に川や海に流れていって、水質を濁に繋がったり人魚を泣かしたりしたんが原因やけどな。7月になってブラちゃん付きのサンタシップが七夕をモチーフで開催され始めたのは2019年のこと。それまで1年に1度だけしか機会がなかった。
ハンドベルを握る機会が増えたんや。8月は青バラ祭が追加されたけど、こいつだけ経緯が季節関係と脈絡があらへんで、何せ大花札屋のスローライフゲームから青バラ祭のきっかけが出てたから。9月は以前から夢の日が季節界隈全体で定められており、そのままイベントとなったやつで、5月の無遊祭が夢時系に対し、9月の夢の日は夢の国が命中、大きな違いが見られるで。10月は本来なら特に鉄道系のイベントが多く集まるやろうけど、月鉄界隈となると話は全く変わってくるで。10月末にはファンタシップがハロウィン関係で実施されるようになったし、さらにはテンプレート敷いた夏祭りが秋祭りとしてカスタマイズされとるわ。11月になって家臣さんが新たに登場し、12月にグラサン付きのファンタシップが立候補されるわけで、月通においても1年を通して毎月何かしらの企画が実施されるようになったんやな。そして月中のこれらのイベントも劇場版が改装となるわけで、2027年5月に月中の劇場版としてその結晶体が成り立つ見込みやで。さて、いよいよ偽りのキスの発表の時間やな。当時の改装と鉄道乗車機の裏で起きた音の奇形の珍行動が見どころやな。さて、当時の火炎装の裏でどういう出来事があったんやろうか。2020年2月22日から24日、月鉄界隈で恒例の火炎装と鉄道乗車機が初めて同時に開催された瞬間で、翌月に向けてスタンバイをしていた近鉄特急火の鳥にもスポットライトが当てられた3日間でした。当時、近鉄電車では、だるまの釣り川が各エリアに取り付けられており、名古屋エリアにもその波が及んでいました。当時の鉄道乗車機は、そのだるまを求めて実施されたものでした。3日間乗り放題のフリーチケットを片手に、初日は松阪、後水戸で向き、2日目は四日市でさらに、多くの編成のだるまを追い求めて沿線を駆け巡りました。一方、季節界隈では2020年から2021年前半に、キャロルレガールスターズ以下、キャロルが開催されており、五輪に向けて、レガールも総力で突き進んでいました。そんな火炎装と鉄道乗車機の裏で、音の木の様子が異様に怪しかったのです。何故に怪しい行動を起こしていたのか、そこには、火炎装の開催までの、出来事が関わっていました。火炎装の当日までの1週間のうち、異変が始まったのは夢時2月18日の火曜日号で、火曜日はアルシロネコが主役の曜日です。その日の収録においてラブゴンドラ対策編という新たなコーナーが立ち上がり、そこに恋愛に縁がない音の木も関与していたのです。当初は夢時の2月18日号や翌日の19日号までで区切りがつくだろうと思われていましたが、蓋を開けたところ、毎週木曜日にライブ中継されるアイスタにも波及したのです。アイスタにもラブゴンドラが波及したとなりますと、今度は翌日号のドリーミングスターズにも影響が及ぶこととなり、実際ラブゴンドラがそのままドリーミングスターズにも登場しました。当時の期待の星であったラブゴンドラが、火炎装前日にまで波及した現状、火炎装当日にも繋がらないはずがなく、結局は当日にまで波及していったのです。一方、鉄道乗車機では、音の木やラブゴンドラの騒動を知る由もなく、だるまを回収すべく、松阪に向かったのでした。しかし、火炎装において、音の木の動向が不審であったことは、すでに月中の作者にも知られており、午後になって作者が監視を始めました。月中の作者は音の木の、人工道を互いに疑問視していました。多くのバトラーに、
不自然に偽りのキスをかましていたからです。ファンであれば喜ぶのは明らかな案件ですが、月別サイドとなりますと話は全くもって変わってきます。過去に私はコンサートバッジの破断を音の木によって食らったためです。それどころか当時の私は火炎層の中心部に立っていたのです。いつ接近するかに関しては時間の問題です。それまでにさらに多くの参加者が食らっているのは想像するよりも明らかです。偽りのキスは火炎層のみならずメガール全体で持ちきりとなり、ドッペルゲンガー説まで持ち上がりました。間違っても火炎層においてはドッペルゲンガーは登場しませんので、この説はすぐさま消え去りました。ここで音の木に関して厄介な点を言いますと、偽りのキスをかましていたのは一人だけではないという点です。最大で総勢18人による行為ということから、その爆発力は想像以上です。下手をすればピエモンテ賞の全ての選手よりも爆発的な速度で多くのバトラーにかましているものと推測しましたが、推測したところで何も変わらないのが火炎層です。火炎層には莫大な種類の規格が存在し、言うまでもなく音の木も複数の規格を有しています。特に毎週土曜日はキャロルの所定のため、そのキャロルの所定が終わってから偽りのキスが爆発的に発生したものと断定しました。先ほどの偽りのキスの事例は火炎層の前日までにすでに確認されており、火炎層の当日、特にキャロルの所定直後がピークを迎えるとされています。私自身も確実に偽りのキスを受けると身構えておりましたが、火炎層の中心にいる者としての弊害と本当のキスは嫁の友ことだけと全面的に割り切っていることにあります。そのタイミングが火炎層と鉄道乗車機のそれぞれの初日である22日土曜日のキャロル終わりであるのは間違いありません。しかも私の場合は音の危険の運用の最中ということから、どうあがいても偽りのキスは避けられない運命でした。当時に限らずキャロルで最も盛り上がるタイミングは土曜日の夜で、その時に偽りのキスが発生すると短時間で絶大な人数に波及することになります。その速度はピエモンテ賞をはるかにしのぎます。私も同様に受けたのですが、私より先にサナも妻のトモコも受けており、トモコは残念ですが偽りのキスからは逃れられませんと悔しきでした。私が受けた場所は火炎層当日に設置されていたスカイバルーンです。誰もいない中でコンサートバッジの破断の終わりという口実で偽りのキスを受けたという流れです。ですがこれでは全くもって終わりにはなりません。本物のキスはトモコとのものだけの上、それ以前に音の木が鏡に貢献した要素に疑問符を抱かなければならないのです。とはいえこの偽りのキスは2017年の夢二20周年記念の火炎層構造の成功のお礼ではないかと推測します。それほどまでに火炎層の成功までの道のりは険しいものだったのです。翌日になり、昨夜の出来事はレガール全体で持ちきりとなりました。だるまを求めていた鉄道乗車機でもその出来事で話題となっていました。しかしこの日は近鉄特急火の鳥の試運転が実施されており、話題はすぐに火の鳥に向かっていきました。鉄道乗車からすれば些細な話ということなのでしょう。とはいえ肝心の偽りのキスの動機が明らかになっていなければ、ラブゴンドラ対策船からの大騒動が何のために起きていたのかについて説明がつきません。そこは莫大な企画を打ち出す火炎層です。当然のごとく新たな企画も次々と開催する中で、ラブゴンドラの大騒動の核心となる企画を冷静に始めていったのです。音の危険ラブストーリー、これこそがラブゴンドラ対策船から始まった大騒動の正体で、偽りのキスはこの無一角の伏線でした。音の木は皆で作り出すそれぞれのストーリーで、メガールでも屈指のパラレルワールドが展開される路線です。もっとも架空の路線で登場する男たちは特に目先が映らずにハーハーしているだけの、いわゆるハーハー君が大多数を占めているのですが、全くもって別の話ですので、ハーハー君については軽くあしらうこととします。ちなみにハーハー君は鉄道乗車機の観点で言いますと、コミックマーケットで大量に持ち帰りされている本にて大量発生しております。とはいえラブストーリーとはいえと、音の木は恋愛と無縁の世界です。そのステータスは決して変わりのないものなのです。その点も偽りのキスと言えなくはないでしょう。なおその後の
昨日この規定で実際に観覧車デートのシチュエーションが出てきたと言います。ラブゴンドラ大佐だったかは名実ともに、音の規定ラブストーリーへの伏線となったわけです。会場のメイン会場からさらに、奥、さざ波が丘には、影島さんの出来事とともに会場の、記念碑が設置されており、事実上のラブゴンドラ大作戦の終点として機能しております。2017年の改装のリベンジを兼ねた2020年の改装を付箋に、音の規定での観覧車デートのシチュエーションに至る流れは、私の見解として、実は2017年の改装におけるビジョンだったのではないかと断定しております。とりわけ、季節界隈の攻略で、音の規定において重要だったのは、大花札屋への進出ではなく、別の方向だったのではないかと思われます。2018年初頭のコンサートバッジの破断は、2017年の改装のビジョンと、各バトラーの思想の違いから発生した事件なのは確かで、音の木はコンシューマーに不向きなのは、七波院裁判でも証明された事実なのです。一方で、音の木系での観覧車デートのシチュエーションがあったとして、バルナス界隈が裏で計画している、音の木半魔女っ子クラブ計画は突き止めるか、赤髪側の事態に切り替える必要があります。魔女っ子クラブの大元は、ピエロにあり、各界隈から黒歴史扱いされていることから、私としては魔女っ子クラブ計画そのものに、否定的な立場を取る必要があります。エイリアン X は、バトラーの煩悩です。仮に、魔女っ子クラブを実行するとなった場合は、赤髪組を主体とし、大幅に見直すこととなりますが、偽りのキスやラブゴンドラ大作戦など、2017年や2020年以降の改装の、実績を応用するか、ピータードラグーンを主体とするか。そもそも、音の木と大花札屋の間が、全面的に断絶することが、確定的の可能性もあることから、バルナス界隈にとっては、計画に行き着くかどうかは不透明でもどかしい日々が、長期にわたって続くのが、現状です。ただし、魔女っ子クラブ計画が全面的に、中止となり、正式にメガールの黒歴史と認定された場合でも、改装での実績は無駄にならずに、残り続けます。ただし、魔女っ子クラブ計画が全面的に、中止となり、正式にメガールの黒歴史と認定された場合でも、改装での実績は無駄にならずに、残り続けます。ラブゴンドラ探索戦か。確かに、そいつがきっかけで、偽りのキスが起きおったんやな。スターアートに飛んできた理由が、無理やりあったけど、さすがのスターアートはトノコだけが、本物のやと認めてたらな。夢にかゆあゆあうらきにめっちゃ厳しいね。ラブゴンドラって、あれか？月中のオープニングで見かけた一部の、シーンか？そんなシーンなんてあったか？そういえば、シルエットがあったな。こいつのことか？確かにラブゴンドラだぜ。これ、何回見ても気になるで。天使のくせに観覧車に乗ってるってな。誰が天使が観覧車に乗らへんって決めつけたねや。こうやって見ると、あいつも飛ばれへんのやろうかな。そんなことより、その天使はシルエットの形からしてロングヘアー確定だな。今度は、月鉄側でラブゴンドラを動かすことになるのか。動かすとして、いつ、どこでやるんだろうか。いくらでもその機会はあるんじゃない。ナーサリーとか、スーパースターとか。ナーサリーでこのオープニングのようにやってそうだぜ。しかし、ラブゴンドラの中身が香水で臭そうなんだが。何を根拠に言っておるのだ？そんなことより、探偵に博覧会ということは、パタパタパニックにも繋がるんじゃねえのか？ゼロとチェリーの恋路ってマジでやってるのかは知らんけど。それはなさそうやで。何せ、ゼロっちゅうやつは気の弱そうでな。間違いなく、今で言うと M やでこれ。つながり運用やから、そのままパタパタパニックに展開が変わるけど、ギャグ系は得意やあらへんねんな。さて、どう立ち回ろうか。
探偵日記博覧会の後もパタパタと肉が控えており、赤田組にとってはまだまだ気が抜けない状況です。なぜならパタパタ学園のメンズは季節界隈で屈指の問題児の巣窟なのです。さて赤田組はパタパタ学園に対してどう立ち回るのでしょう。何気にハーハー君という名前でコミックマーケットで売られてた本に出てくる男どももネタにされてたな。脇役など M ってことでよかったんやな。次回も次回で随分と厄介な内容のようだが、ついに奴らが揚陸してくるんや。あのドタバタな連中が大暴れ、あれなんかまた変なことになりそうな気がするんやけどな。